シルベスター・ハーディングによる、肖像が、第2代、マンスフィールド伯爵デービッド・マレーは、イギリスの政治家、外交官、貴族。外交官として、ザクセン選定綱領、ポーランド・リトアニア共和国、新生ローマ帝国、フランス王国に駐在した後、北部担当国務大臣、数密院議長を歴任した。第6代、ストーモント施策。 デイビッド・マレーとアン・スチュアートの息子として、1727年10月9日に生まれた。ウェストミンスター・スクールで教育を受けた後、1744年5月28日に、オックスフォード大学、クライスト・チャーチに入学、1748年に BA の学位を習得した。1748年7月23日に、父が死去すると、 ストーモント死爵区の借位を継承した。外交官としての道を歩み、1751年にパリのイギリス大使館でアタッシェとして働いた後、1756年に在座戦イギリス特命全権行使に転じ同年初にドレスデンに到着した。9月にプロイセン王フリードリヒ2世がザクセンに侵攻して7年戦争が、 勃発すると、仲介を試みたが失敗した。ザクセン選定校、フリードリヒ・アウグスト2世はポーランドに退避、ストーモント施爵も同じくアルジャワに移り、以降1761年まで同地に止まった。1761年4月28日、アウクスブルクでの講和会議におけるイギリス代表の一人に任命されたが、会議が失敗に終わると本国に召喚された。 本国では遡る1754年5月に、スコットランド貴族代表議員に当選しており、1763年7月20日には、数密顧問官に任命された。同年より9年間新生ローマ、帝国宮帝駐在特命全権行使を務め、マリア・テレジアとヨーゼフ2世の信頼を得た。一人目の妻、フレデリケ・ヘンリエッペの死去に、ストーモント死爵は、大きな打撃を受け、 彼女の心臓を救うにあるマンスフィールド伯爵家の家族の骨所に埋葬した後、気晴らしにイタリアを旅した。1768年春にローマでヨハン・ヨアヒム・ビンケルマンと知り合いになり、ビンケルマンはストーモント死者区のギリシア語に関する知識を称え、私がこれまであった彼のような身分の人のうち、最も白色な人であると述べた。同年にウィーンに戻り、 11月30日に失する勲章を授与された。1772年8月に在フランス大使に転じ、以降1778年3月にアメリカ独立戦争における戦線布告に備えて召喚されるまでパリに滞在した。同年、スコットランド民事公訴院主席判事に任命された。1779年10月27日、 北部担当国務大臣として、ノース内閣に入閣したが、1782年に、ノース内閣が倒れると、ノース教と共に辞任した。1783年2月17日のベイン論で、アメリカ独立戦争の予備講和条約を厳しく、非難した後、4月2日に、スーミ密イン議長として、第三代ポートランド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンク率いる、 フォックスノース連立内閣に入閣したが、12月19日に、チャールズ・ジェームズ・フォックスの東インド法案が貴族院で、否決されると、保育党を支持して野党に回り、ショーピットの東インド法案を批判した。それ以外にも1788年の、接承法案の弁論で活躍、また外交での経験に基づき1791年に、ロト戦争への介入政策を批判した。 1793年2月1日にフランス第一共和制がイギリスに宣戦復刻し、イギリスが返答として11日にフランスに宣戦復刻すると、ストーモント死者区は即座に政府支持に回り、1794年に第四代フィッツ・ウィリアム伯爵の公認として、ツ密院議長を再任した。1793年3月20日に王子にあたる、 初代マンスフィールド伯爵、ウィリアム・マレーが死去すると、マンスフィールド伯爵の借位を継承した。同年7月3日、オックスフォード大学より DCL の学位を授与された。また同年には、アバディーン大学マーシャルカレッジ総長にも任命された。1796年9月1日に、ブライトンで死去、9日に、ウェストミンスター寺院に埋葬された。 二人目の妻との間の息子、デイビッド・ウィリアムが爵位を継承した。1768年に知り合いになった、最晩年のヨハン・ヨアヒム・ビンケルマンから白色であると、称えられた。また、英国人名辞典は、第二代、マンスフィールド伯爵を有能で尊敬すべき、外交官、政治家であると評価し、雄弁家ではないものの説得力のある演説者だったと、した。 1759年8月16日、フレデリケ・ヘンリエッテ・ホンビューナウの娘と結婚、一条を設けた。1776年5月5日、ルイーザカスカートを、継承と再婚、4男一条を設けた。ありがとうございます。